はい、今回はグロ画像などとどのように向き合うべきかですね。まあ、ネット上でね、関連動画からグロ画像がね、見てしまう時あると思うんですけども、あるいはなんかのね、他のサイトからグロ画像が落ちてて見てしまうということあると思うんですけども、意図せずにね、グロ画像を見てしまう人もいると思うんですね。グロ動画ですね。グロ動画、グロ画像を見てしまう人も多いと思うんですね。例えばね、オカルトの心霊現象から関連動画で、グロい方に行ってしまったりとか、あるいは、まあ、放送事故なんかのね、ちょっと面白いやつから、グロ動画に行ってしまったりとか、すると思うんですけども、これね、結構、たくさん見るとね、気分が悪くなってくるんですよね。しかしね、なぜ見てしまうのかということですね。これやっぱりね、知的好奇心なんかもね、怖いもの見たさなんかも関連してるんでしょうね。何かね、ひどい事故、カークラッシュとかね、があると、どうしても見てしまうというね、ことなんですね。ですので、まあ、見たいというね、欲求はみんなあると思うんですね。しかし、分量の問題ですよね。たくさん見てしまうと、ちょっと落ち込んでしまったりとか、しますので、私はね、グロ動画はこのように考えてますね。まずは、急いで見ないということですね。急いで何でもかんでもね、今見なきゃ消されてしまうと思わないということですね。今見なきゃ消されてしまうと思うとですね、ついつい、まあ焦ってね、全部見てしまうと思うんですね。ですので分量が増えるということですね。ですので焦って見ない。いいグロ動画は後からでも見られると。いいグロ動画っていうのはちょっと変な表現ですけどね。みんなが支持するようなグロ動画はずっと残るので大丈夫と。後からでも全然ね、見られるから急いで見ないと。で、今ね、どうしても見なきゃいけないことじゃないと、そう考えるということですね。はい。それからもう一つ、夜は見ないってことですね。グロ動画はね、夜見てしまうとですね、ずっぽりハマってしまうんですね。で、夜は寝る時間を削れば時間が結構ありますので、何時間も見てしまう可能性がある。ですので、もしもグロ動画を見たいんであれば、昼間の明るいうちに見るということですね。はい。